今の政党、どこ見渡しても同じですけれども、まともな政党が一つもないんですよ。本当にね、こう、よくもまあ、こんだけゴミくず集めたもんだなと思うんですよね。いや、だからね、一見まともなこと言ってそうな政党も、一皮むきは結局自民党と同じじゃん。ね。まあ、さっきあの、出てたでしょうに、ツルピカハゲマル党はね、どうたらこうたらって書いてたら演中ですよね。ツルピカハゲマル党が何を言おうがですよ。安倍つぼを一生懸命応援してたろうに、彼ら。もうこの時点で、 保種でも何でもないっていうですね。今のね、日本のこの外国人化ですね。大量に外国人が日本に入ってきて、で、どうにもこうにもならなくなってますよね。じこのどうにもこうにもならなくなった原因はって言ったら、それはあんた誰がどう考えても安倍坪蔵がやった移民法ですよね。移民法の責任ですかな。で、その安倍坪蔵を支持してるのが保種ですかっていう話なんですよね。そうですよ。小池にね、投票しましょう。バカじゃないかっていうね。 ツルピカハゲマル党はツルピカハゲマル党で勝手にやればいいんです知ったこっちゃないんでね。いやね、小池由里子を押してみたりね、で自民党でカバコを押してみたりね、いや本当にね、舐めるなっち話ですから日本保守党とか言ってるけど、こいつらこそね、お前日本舐め腐ってるだろうっていうですね、ええー、加減に聖夜なんですよ。まあ、これ繰り返し何度もね、私、君たちに伝えてはいるんだけれども、保守主義っていうのはですね、天皇陛下のことですね。 ま、さらにそれを拡散すれば国を守ること、日本という国家を守ることが第一義なんですよね。で、お尋ねいたします。そのね、守らなきゃいけないですね、天皇陛下を殺せと主張した統一協会とズブズブの関係の自民党ですよ。こんな連中を担ぎ上げるような連中をなんで保守って呼ぶんだっちゃ話なんですよ。教えていただけます安倍坊蔵どうなったの教えてくれる 安倍粒蔵様万世ってやってたのあれなんか冗談なのいや、それよかったね、うん。君、あの話変えるなよ。今私安倍粒蔵のこと聞いたからね。安倍粒蔵ってのは私の記憶だと確か自民党だったような気がするんだけれども。違ったいや、皆さんね。私、あのー、勘違いしてたからね。安倍粒蔵って自民党じゃなかったっけ共産党だったっけうん。粒蔵さんって共産党だったのおかしいなぁ。人間ね。都合が悪くなると突然記憶が飛ぶわけですね。粒蔵なんて知らないって言い出しますからね、そのうち。